はい、どうもラマックスです。今回ですけども、11月24日に行われた 2kg×4本の様子をお伝えします。この練習は僕の中では結構消化率が悪い練習で、成功率約 50% かなっていうところなので、まあその辺難しいんですけども、今回結構いい走りができたので、その辺の動画を見ながら解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあいきます。はい、いきます、よーい。はい、はい、今スタートしたんですが、今回 2kg×4本、リカバリーがだいたい1分50秒前後ということでやっています。設定内容としては 2kg が6分前後ということでスタートしていて、僕は1本目の最初を引っ張っています。僕個人的にいつも思ってるのが、このスタート時間が朝6時40分で、最寄り駅に着くのは僕は6時20分に着くので、アップがほぼほぼできない。最寄り駅からそのここの公園のスタート地点まで、まあ大体1キロないぐらい軽く移動して、その後すぐ流しをして着替えて、そのままスタートってなるので、ほぼアップがない状況でスタートするので、1本目とかの最初ってあまり引っ張りたくないというか、引っ張れないことが多いんですけども、ここ最近やはりそのレースを積み重ねてきてるというか、まあ情熱、9月だったら情熱ハーフマラソンで、下関海峡マラソンの、この前が世田谷246のハーフマラソンをやっていて、やっぱレースを経験していくとどんどん調子が上がってきていて、今日もまあ確かにアップっていう部分ではほぼなかったんですけども、流しをした時の感触がすごい良くて、まあ、これは最初からまあ3分ぐらいであれば、いけるだろうなという感覚があったので、1本目から、最初から引っ張っていて、予定通りですね、6分前後ということだったので、最初の1キロ3分1秒、ただ次の1キロはちょっとペース落ちてしまって、6分7、8秒かかってしまいました。まあ、ここに関しては僕が先頭にいたところから、グループの後ろまで下がったっていうこともありますし、まあ、このコースの2キロの時のコースのきつさというところなんですけども、残り400のところで1回上りがあって、そこで結構乳酸が出て、その後ペースが上がらなくて落ちるっていうことがよくあるので、まあ、この辺の多少の誤差っていうのはあまり気にせず、まあ、2本目3本目と向かっていこうかなというふうに思っています。ただこの僕がこのついている時の感覚としては、ここ最近の中でやっぱりいいという感じで、まあ、3分前後に対しての余裕度、フォームの余裕度もそうですし、まあ、呼吸の余裕度もそうですし、筋疲労の余裕度もだいぶ上がってきていて、8月の頃、約3ヶ月前とか2ヶ月半ぐらい前の調子ではまあ考えられないぐらいだいぶ走れるようになってきていますと。情熱ハーフマラソンが9月の末にあって、下関海峡マラソンが11月の頭、その翌週には世田谷246のハーフマラソンがあってと、やっぱレースを、重ねるごとに僕の中ではだいぶ調子が良くなってきているなと、走りに対しての、まあ、感覚っていうことになってしまうんですけども、しっくりくるなと、地面を捉える力とか、腕を振ってる感じとかもかなりしっくりくるなという感じになってきていて、やっぱレースを、こなすことによって、そこのレースでしか鍛えられない部分っていうのがやっぱりあるのかなと思っています。サウルスマラソンチャレンジの意気込み動画でも言いましたけども、やっぱりレースならではの鍛えるところ、筋肉の面、例えば42キロ走をやろうとしても、多分下関海峡マラソンみたいな追い込みってのは絶対できないですし、途中で足つったら多分やめてると思うんですけども、それをやめずに、まあ、最後まで、競って走ることができたラストスパートも、あそこまで出すって言ったらレースでしか多分出せないと思うので、そういうところでやっぱレースってのは月にできれば最低でも1回、もしくは2回ぐらいは、レースを入れていってくれた方が、実力向上プラスモチベーションも、悔しかったらそれはモチベーション上がりますし、いい結果を出せればまたさらに頑張ろうということでモチベーションは上がるのかなと思うので、まあ、ぜひ、レースっていうのは月に1本もしくは2本ぐらい入れていただければなと。ただ3本4本って入れてしまうと、今度は集中力っていうのが上がらなくなってしまうので、あまり入れすぎてもそれはそれで、レースに対してのモチベーション、またレースか嫌だなっていうのと、早くレース走りたいなっていうワクワク感があるのでは、同じ調子でも全然結果っていうのは変わってくるので、ぜひ、レースの感覚っていうのをうまく掴んで、練習に取り入れていただければなと思います。で、2本目も6分3秒ぐらいでしっかりいけていて、これに対してもそこまで僕は余裕がないってわけじゃなく、結構余裕があって、ペースもゆとり持ってますし、フォームに対してもゆとり持ってると。で、久々にこの動画の右側にいる斉拓さんなんですけども、最近結構足を痛めていて、なかなか練習ができていなかったんですが、ここ最近やっと、復活ということで、ポイント練習もまだ数回しか走ってないんですけど、こういう風に、走れるっていう、まあ、グループにつけるっていうのは、まあ、才能なのかなっていうところがあって、これは良くも悪くもなんですけども、
まだ、練習ポイント練習がやり始めたばっかりでこのグループについてしまうと、筋肉的な面でまた故障につながってしまうんじゃないかなという心配と、まあ実は陰でこっそりやってたんじゃないかなっていう噂もあるので、もしかしたらこの後斉田さんが練習で、いなくなってしまったら、やっぱいい意味で才能があるとちょっと練習しただけでこういう風にポイントがこなせてしまうっていう、これは、筋肉ができてない中でこなせてしまうのでまた怪我につながってしまうとでいうことはあるので、まあ今後ですね斉田さんの動向もちょっと気になるなという感じで僕は、一緒に練習しているという状況です。で今目の前にいる小玉さん、小玉くんなんですけども、彼は、情熱ハーフマラソンで僕が2位でその時のトップだったんですけども、前回僕が下関海峡マラソンで、走った時に走って終わってその何日か後にポイント練習やった時に一番悔しがってくれてたんですよね。僕と同じような感じの悔しがり方をしてくれていて、まあ、見ていて悔しかったですみたいな、動画を見ていて悔しかったですって言ってくれて、やっぱそういう熱い心を持っている、小玉くんなんですけども、今週、まあ、この動画上げた翌日なんです、翌日とか、当日になると思うんですが11月28日の富士山マラソンに出るということで、彼も、今回優勝狙いっていうことで、しかも大会新聞出したいって言ってるので結構調子も良くなってきて、このラスト1本小玉くんが積極的に引っ張っていて、最初の1キロが、2分55秒ちょいっていう形で引っ張っています。結構普段だったらなんか練習は8割ぐらいで、終わるっていう話をしていたんですけども、ここの練習に関してはラスト2分55で、僕がトータルで言うと6分50秒でゴールしたんですけども、この僕の仕掛け、ここで1キロをちょっと過ぎたところで僕が仕掛けたんですけども、この仕掛けに対してもついてきてましたし、最後この後ですかね、上りやってここで出てきて、また仕掛けっていうのがあるんで、まあ8割とか9割でこなすのがって言ってる小玉くんがこれぐらい走れてるってことはかなり調子いいんじゃないのかなと。なので富士山マラソンもちょっと僕の中では期待してるなというところと、まあ、あとはここで僕が前、に出られて、まあ、小玉くんに前に出られて、いつもだったらここで離れるんですけども、やっぱりこの下関海峡マラソンの、ラスト勝負っていうのがここでやっぱ頭に浮かんでしまうんですね。まあ、フラッシュバックってよく言うかもしれないんですけども、浮かんでしまってこのまま負けてしまうと、今後もまたラスト勝負で負けてしまうんじゃないかなっていうことがどうしてもこのきつくても、思い出すっていうのがあるので、まあ、ここで、ラストスパートなんとかかけて離れかけたところをしっかり追いついて、ラスト最後まあ、ほぼほぼ同時、ほぼ横になるんですけども、少し前に出れて、ゴールできたっていうのは、まあ、下関海峡マラソンの悔しさっていうところがあったから、こういう練習ができたのかなというふうに思っています。ラストは5分51秒ぐらいですね。まあまあ、いい練習になりました。はい、以上が2キロ ×4 本の様子でした。約3ヶ月前、8月の頃に比べればかなり調子も上がってきてますし、レースを積み重ねることによって、そして練習を積み重ねることによって、僕の中でも実力がだいぶ上がってきてるなっていうのは、すごい実感できる練習でした。まあ、今後もレースと、練習をしっかり積み重ねて、自分の実力をどんどん上げていきたいと思います。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。